が降っても明日はきっと晴れる。きっと明日はきっと明日はきっと明日はいい天気。庭のシャベルが一日揺れて。虹という曲がありますが、夢や希望を与えるのがピアノ教室の役割でございます。そなっちね。Thank you.
彼が入ってきたわ。郊外にいるといろんな動物や虫たちと遭遇します。かわいにゃん、かわいわ、おって、かわいにゃん。動物もとっても人懐っこく、先生には懐いてくれます。やっぱり何でも好きなものには人は心を開いてくれるのですね。かわいいわね、にゃおん。あって、あらかわいいわ。なでなでスリスリすると、とっても喜んで、ゴロン、ゴロン。気持ちよさそうに寝そべってくれます。子供も同じです。髪の毛をそっと撫でてあげる。手形を書いてあげると喜んでくれます。いろんな動物や虫たちとよく遭遇いたします。トカゲかな、イモリ、ニホンヤモリかしら。山を歩いていると日本ヤモリかトカゲかピーッと走っていきます。トカゲの尻尾は切っても切っても伸びてきます。カメは外来種のカメ、ミドリガメ、これもちょっと毒性の強いカメでございます。そんなカメは煮て焼いて食ってやろうかな。なんだか面白くて思いついたのだ。みんなが遊んでいる間にきっとボクちゃん、レモンちゃんたちもきっと運動会してたよね。そうだそうだ、まったくだ。みんなが寝てる間に僕たち秘密のお宝基地出発進行、探検に出かけてたもんね。珍しい動物、虫を発見したり、お散歩しながら未知との遭遇、これもとっても新鮮です。ただ皆さんも体調管理には気をつけて、無理をしないようにしましょうね。夏場は水分もとり、少し疲れが出る時期です。子どもたちも水分をしっかりとって水筒を忘れずに学校へ行ってくださいね。未知との遭遇、子どもたちもイタチを見た、コウモリを見た、いろんなことを話してくれます。それではまた、バイバイ。明日もこうご期待くださいな。イライライパー、ムンクの叫び、二宮金次郎、雨にも負けず風にも負けずは確か銀河鉄道の夜。の作者だったかしら。それではバイバイ。